とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はタワー周回やっていきたいと思います。今シーズンは、戦い方さえ分かれば、めちゃくちゃ簡単なので、周回しやすいですね。20分以内、余裕です。では、早速、10周頑張りましょう。1回目、良くない。良くない。微妙です。次は、ピン、おぉ、物いいよ、物がいい。あ、使える。使えるけども微妙だな。イカ、食料貯蔵いらない。ピンクはどうだ？よろしくねえな。まあ、重力さん手持ち花火、いいんじゃないですか？はい。おお、いいんじゃない、いいんじゃない、うん、物がいいよ、本当に。ファントムはまあいりませんね。うん、こっちこっち、欲しいのは。あー、どうだ、だよね。はい、次、物は本当にいい。最近弓のね、エンチャントがね、連鎖反応ばっかり出る。いいんだけどね、3であってほしいよね。はい。はい。ダメです。はい。おー、来た！久しぶりに英雄が出たぞ。頼むよ、頼むよ。虚無1。虚無1。ちょっと1はやめて。最後の叫びか、重力パルスか、マルチロール、どれかじゃない？毒フォーカスか？はい。これは良くないね。やっぱ連鎖反応出るな。いらないんだけどね。テンポセフトもよく出る。残り4回はまた明日しましょうかね。調子が悪い。それでは、頑張っていこうと思ったけど、なんかいまいちだ。クリさんか。夜の魔王。連鎖反応はいらないって。まあ、これ取っときましょう。次、これは全部良くないね。最後の叫び、ソウルフォーカスの、ダメです。はい、おー、いいね、勇者。勇者頼むよ。最後の叫び、毒フォーカス、毒フォーカス来ないで。来そう。これ来そうだな。霊気、3だったらよかった。1じゃちょっと効果薄いかな。これがラスト、微妙です。ラストが微妙。村人特攻、重力パス、おお、33来てるよ、こっちは。あー、まあ、ビームを出す総ブレードを作れるね。確か263、いや持ってるか、持ってるな多分ね。これは一応取っときましょう。ということで、今回はこんな感じです。物はね、いいんだけども、エンチャントが良くないっていう感じですね。まあもう少し、今回周回しやすいので回ってみようと思います。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。